もう一度言います。先生が著作者人格権を振りかざすなら、僕らはそのまま採用する可能性がある。そこそこグダグダな舞台になるでしょうね。私的には全然構わないんですが。いいえ、ちゃんと考えてみてください。今回はもし先生の書いた脚本がヤバくても、役者の稽古期間を確保するためにそのまま通す可能性があります。脅してるんですか？お互い様ですからね。僕は舞台に関わる100人以上の仕事を守らなきゃいけない。これくらいの駆け引きは何度もしてます。こっちはジジイのチッの1本や2本シッる覚悟で仕事してるんです。ケガロウ氏、